2008年モナコグランプリでジャンカルロフィジケラが運転する VJM01 フォースインディア VJM01 はフォースインディアが2008年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。日本人エンジニアである羽下テルオプロジェクトリーダー、吉永雄一ギアボックスセクションリーダーがマシン開発に関わっている。シェイクダウン直後のマシンは昨年型である 開8バイブがベースのために似ていったが、開幕直前に新型エアロパッケージを投入。さらなる速さを求め、第9戦イギリス GP に大幅に改良したエアロパッケージを投入。さらに、第12戦ヨーロッパ GP にクイックシフト機構を持つギアボックスが投入され、一周につき約1秒のラップタイムの短縮効果がもたらされた。 シーズン当初から入賞圏から離れたレースが続いたが、第6戦モナコグランプリでスーティルが4位走行。チームの初入賞が見えていたが、終盤に君イコネンに追突され、リタイアという結果に終わってしまった。ただ、キハタが振られている最中に3台をオーバーテイクしたことが原因で、追突されなくても入賞はなかった。ウィキメディアコモンズには、 ホースインディア VJM01 に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。